割と、なんていうか僕は直球よりも変化球が好きなんですよね。あの、何でしょう。この例えが通じる人がどれぐらいいるかわかりませんけれども、マージャンで言うと、ペイの短期待ちをするみたいなね、いう感じですかね。これ伝わるのかな伝わった人はですね、すいません。いいねボタンを押してくれると助かりますね。この、このボタンを。 押してもらうと助かりますけれども、多分ゼロやろなむし。むしろこうなるかもしれんな。まあい,いや、とにかくですね、そういう普通人がやらないようなことをやるのは好きというか、まあ、あの、ね、まあの他の人と同じでも、もう他の人と同じやとおもろないやんみたいなところがあってですね、まああえてその変化球を投げるみたいなことは割と好きなんですけれども、まあ、つまり、あの、多くの人がやってることを避ける傾向というか、避けようとしちゃうんですよね。 だからまあ変な話。ちょっとこれはこれで炎上しちゃうのかなこれどうだろうだどうかわからんけど、まあいいや。あのー、まあ Windows ではなくてパソコンは Apple であるとかね。まあ Windows の方がこう世界的なシェアは大きいからとかね。あとはまあ野球で言うと巨人以外が好きであるとかね。まあいうのがあったりして。でまあその中のまあそ、それとかあとは何でしょうね。えっ、ー、と、ハリー・ポッターを読まないとかね。あとはまあ、えー、何でしょうね。あの、 コミュニケーションツールで言うと、LINE を使わないとかね、いうのがあるんですよで。ところがですね、この LINE をやっぱりやらないと困る状況が訪れたんですよ。で、これ実はですね、僕は家族とも LINE をやっていません。家族との連携、連絡、連絡っていうのは何て言うんだあれ。 ま、連絡か。連絡にはね、LINE を使ってないんですよ。もしかしたら家族こそ LINE を使ったらいいのかもしれないですけど、うちね、全員 Apple ユーザーなんですよ。なんなら僕の家族の方はね、Apple 信者だったりするので、その、まあ、うちのスマホは全員 iPhone やし、その iPhone の中に入っているそのメッセージ機能を使ってね、やり取りするんで、別に LINE を使わねばいいのよ。ただですね、その仕事上、この LINE だって、 っていうか、まあ、こう、やっぱり LINE の利用者が多す、す派なわけですよ。そんなわけで、こう、LINE でね、こう、職、特に職員さんですね。あの、教員と僕、LINE 誰ともつながってないと思うんですけれども、あの、すいません。もしこの動画をご覧になっている方の中で、教員の方で、えー、僕と LINE でつながりたいという方いらっしゃったらですね、基本お断りします。あ、あ、ある人だけつながってる姉さんだけつながってるあ仕事上な。 でそれ以外の先生方、ごめんなさい。あの、通常通りメッセージでお願いします。メールでお願いします。あの、ま、ななんていうかこう、うん。LINE はこの、ここだ、この、この範囲だけで使いたいみたいなのちょっとあったりするんでね。すいません。あの、学生の皆さんからも LINE の、あれは、何お友達申請っこれなんていうのはこれ何ていうの何ていうか知らんけども。あの、申請あっても、ごめんなさい。お断りします。あの、僕のこのアイな、なんていうのこの LINE 使い慣れてないから、用がわからん。LINEID というのがあれ。何ていうの何ていうんだっけアカウント かなんかかはねね多分ね探せば一発分かりますあの写真もね他の SNS と同じもの使ってるんで、一発で分かります。絶対こいつやろってのはかると思うんですけれども、そして、あのー、ゼミ生なんかには僕、携帯の電話番号も言ってますんで、あのそういったところでも引っかかるかもしれないですけども、あのごめんなさい、あの在学生とか卒業生の皆さんに対して LINE で繋がるということは今考えていないので、まあ、ちょっとごめんなさいね。 まあ、とにかくですね、僕はごくごく一部の業務などで必要な職員の方とのみ、この LINE で繋がってメッセージのやり取りをしてるんですけれど、今10月の8日の8時、まあ8台なんですけどもね、まあある職員の方からですね、あの、まあ、ちょっと、なんていうの、あの、ちょっと最近こう、 ええと、まあ、宿題、あるか、あるところから宿題になっていることについてね、業務についてね、やって、えー、やり取りをしている、まあ、一緒にお仕事をしている方がいらっしゃるんですけれども、この方については今までの雑談動画の中で実は紹介したことがある方なのですが、今から喋る内容的に、まあ、あまり繋がらない方がいいかなんということで、えー、その辺についてはちょっとお話し,しませんけれども、まあ、とにかくこう、まあ、今日メール送ったんですよ。 メール送ったんだけれども、ちょっと今日、あのー、家のことやったりしないといけないので、えー、今すぐ返事できません。今日中に返信します。みたいな感じの、まあ、えー、っと、返信というか LINE が来たんですよ。でですね、あの、とりあえず家族、家族のことを優先してくださいということをお伝えして、で、この方ですね、これ言うと、ああ、これ言うとダメか これれ言うと誰だかか特定されるかじゃあぼやかすしかないな。まあそんなわけで、えー、っと、まあそういう、まあ、数5月のことを優先してくださいみたいなことを書いて、そして、まるさんにもお世話になってますみたいなことをね、書いたんですよ。こちらからの返信で。そしたらね、まるさんから教えてもらい先生の YouTube 動画拝見していますっていうね、こちらが予想していなかった返事が来たんですよ。つまり、 たたよりもこれ内内部部の人間内部関係者が見てるんちゃうみたいなどうしましょう話すこと変えますかどうしよう明日からは、えー、日常生活で役に立つフランス語ワンフレーズとかに変えますかそういうことじゃないのかな皆さんが期待してるのはそういうことじゃないのかな そういうことじゃないと思うんですよね。それやるんやったら、やっぱそれはネイティブ先生とかね、あの、それこそうちの学科の V 君の方がね、絶対向いてますよ、ビジュアル的に。なんでここやねんみたいな。なんでこの人がおんねみたいなね。そのフレーズ、フランスのフレーズでね。コモンタレヴーとか言って、このご挨拶したりとかね、セコンビアンとかなんか、いくらですかとかね。えジェムライアンカフェとか、コーヒーが欲しいですとかいうの、ここでやってもね、この場でやっても、全然多分頭入ってこないでしょ。 ねえ。まあまあまあ、だし、まあ、そういうのは別なチャンネルで僕やってますからね。まあそっちでいいと思います。この雑談動画ではそういう趣旨じゃないと思うんですが。いや、ちょっとね、この、まあさっきの話に戻りますけども、LINE の一言でね、これを、まあまあ、そんなにこうなってる、毎回ご覧いただいてるので全然思ってないですけれども、見たことのある人っていうのは僕が思ってるよりも、あ思った以上に相当いるんじゃないかってことに気づきましたね。 だからこの僕のその YouTube の管理画面っていうところではさ、こう、誰が見たかっていう個人情報は入ってこないんですよ。あの、チャンネル登録に関しては出てきます。その、ただ本名とか限らんけどね。でも明らかにこのうちの関係者やなっていう方の名前は出てきますよ。チャンネル登録者のところに出てくるんで、うわーみたいな時ありますよ。な,なんでやねんみたいな思ったりしますしよ。で、登録せんでええがなみたいな時ありますけれども。いや、だからまあね。まあでもだから、なんでしょう。 うんまあ、そういう内部の関係者がたくさん見てくださってるからじゃないけれども、やっぱこうな、内容的にはね、気をつけないといけないと思うけれども。でもこう、なんだろう、その、ご覧になってる方が他の部下室の方だったりするかもしれないのでね。まあそういう、ここを通して、もしかしたら何かの情報交換できるかもしれないでね。まあそういう意味でも、このチャンネルというか、この雑談動画の意味は、意義、意味、意義か。意義があるかもしれないと、ちょっと思い始めましたね。 まあだからちょっと、えー、なんか特典の動画をご覧になって、何かコメントとかね、ご意見とかね、あの、その、そ、そこはこうしたらもっといいんじゃないですか、みたいなアイデアがあったりしたらね、ぜひ、あの、寄せていただきたいですし、この雑談動画で喋ってほしい、こう、なんていうかネタがあればね、ぜひ、あのー、学内の、あれですよ、ガルーンを使ってね、<laughs> ガルーンって言葉出していいのかな、大丈夫か。えー、連絡いただければと思いますし、職員の方でね、えー、LINE 繋がってる方は、えー LINE からお,お届けいただいても構いません。職員の方で今、業務上つながってる方であればね、LINE はつながってもあのあのご連絡いただければあのつながりますんで、まあ、そういったこともありますかね。なんだこの話。な。じゃあまた。